オール日本ヘリコプター株式会社はヘリコプターを運行する名鉄グループの航空会社である。日本放送協会が使用する取材用ヘリコプターの所有、運航及び維持管理のみを行っている。1986年2月、全日本空輸から回転翼航空機部門を譲渡され、中日本航空、東方航空からの資本参加を得て発足した。本社は 東京都江東区新木場の東京ヘリポート内、東京ほか11の基地を持つ。2011年3月までは、全日本空輸の持ち分法適用会社であったが、同じ年に、同社の出資比率が下がったために、持ち分法適用対象会社からは、外れている。現在は、名鉄、中日本航空、東方航空等が、主要株主となっている。 もともと日本ヘリコプター輸送として設立された全日空の素業を継承している会社であり、以前は各種チャーターによる運行事業を行っていたが、現在は NHK が使用する取材用ヘリコプターの所有、運行及び維持管理を専業で行っている。機体に表記されているアインのロゴも全日空の ANA のそれに機体デザイン面含めて類似している。 静岡ベースの AS365N2、オータムウィンター 139EC135。ありがとうございます。